いろんな大学見る中で理系はキャンパスが理系だけで離れているような大学が多いんですけれども、立教大学は理系と文系が一緒に勉強できる、一緒に生活できるというところで、非常に魅力的だなと感じました。研究している時間がすごく長かったので、研究棟がやっぱり思い出深くてですね、見た時にすごく懐かしいなと思ったんですけれども、夜遅くまで研究室に残って同期とディスカッション、先生とディスカッションしながら実験に左右される生活であったことが思い出として深く残ってます。サークルはジャーナリズム研究会に所属していました。文系の、学生の方々とよく接していたんですけれども、1年生の時からいろんな企業の方とこう話するような機会があったみたいで、どういった企業で働きたいかとか、そういったことを考えている人が多くて、そんな中で自分はどうかなと振り返るきっかけだったかなと思います。あと授業としては理学とキャリアという授業が私が入学した当時ありまして、なかなかこう高校生ぐらいまでは勉強したことがこうキャリアに通じるというのをイメージしづらかったんですけど、その先輩の話を聞いて、大学で勉強したことっていうのはこれだけ社会に直接活かせるんだなというようなイメージも湧きました。社会人になった今ですね、逆に聞きたいぐらいの内容だったと。少人数で勉強することができるので、先生から細かく丁寧に指導を受けられたりとか、先生の距離が近く、また学生同士の距離も近かったので、すごくいいところかなと思っています。